はいどうも、寿司ラーメンでーす。はいどうも、水沢です。お願いします。富永いや、ダメだ。トミーです。はい、カンタです。お願いします。一応か元気です。よろしくお願いします。見てください、でっかい棒です。雷を発生させるマシンです。これ50万ボルトくらい。いやこれ絶対痛そうなんですけど。これすごいっすね。これすごいね。今からこれを食らっていきたいと思います。あ、なんか狂ってるな。本日僕とカンタくんが、俺大丈夫、体を張って検証していく企画は、いい、気配の正体は電磁波なのかなのか。さあ、俺とカンタくんによる対決で検証していくのですが、耳栓をした俺とカンタくんに背後から元気さんが50万ボルトの電流を放出する棒を近づけていきます。そこで私たちが気配を感じ取ることができたら、そこだーと言いながら元気さんをハリセンで引っ張り上げてください。もしこの時俺らがびっくりするぐらいトンチンカンだった場合、トミーさんがカンタくんを引っ張り上げてください。俺だけ、リクくんが間違ったらカンタを、ルールおかしいよね。じゃあ早速やっていきたいと思います。ルールおかしい。50倍ですからね、これの。やめた方がいいでしょ。いいな、雰囲気味わってていいな。あー、ずるいな。怖い、マジで怖い。目、つぶります。いくぞ、よーい、スタート。あー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 え、もうだ。あー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 おいおいおい、気配がすごい、気配がすごい、気配がすごい。じゃあ一回一回やりましょう。スタート。めちゃめちゃ聞こえる気がする、これ俺。うわー、そこ、はい、そこめちゃめちゃ聞こえてるんですよ。ちょっと一点はけてみる、カントだけにしてみる。そしたらそれ、あっ、うわ、大丈夫か、大丈夫か大丈夫か。全然わかんない。気配は、気配は、そう、歌って衝撃で飛んだ。俺、めちゃめちゃ聞こえて、え、いなかったの。いなかったね。一人だった。音が聞こえちゃうから、もう一回やります。やだ。やだ、マジでやだ。お前マジで。そこだ、やりました。で、やってない。だからそのやんないよ、じゃん。だってやったら腕が死ぬから。確かに。あ、もうなんか一回雷に打たれて特殊能力に目覚める。一回やったって喜んでもらっていいですか。やったー。え、よくできたな。やったー。まあ電気表面流れるんですよ、この電気。はい、だからもう表面外れるから全然安全。ほら、リフ君だけでやった方がいいと思う。一人じゃなくて初めて。じゃあもう自分で、じゃあ自分でやろう。わ、すごいいいな、音楽。怖すぎてハリセンできないですよ。あー、すごい。いや、もうめちゃめちゃハッピー。自分の声も聞こえない。あ、やばい。手出して、手、あ
俺まだ受けてないみたいな。違う、俺はもうやだ、本当にやだやだやだ。じゃあ関東だけでやる。いや、おかしくなってる。気難しいと思われちゃうよ。2回もされてるからね。すごい、そう見えたらやだな。次で最後にしよう。じゃあそれではね、第3回戦もう2個いきたいと思います。スタート。はいはい。ベイベー、壊れそうな夜が明けて空は晴れたよ。やばい、骨は大川長。分かってたんじゃない？分かってたんじゃない？分かってたんじゃない？これ大丈夫か？ほら言ったじゃん。うまっ。言ったじゃん。待ってください。言ったい。分かってはないでしょ。まだ言ったけど。一生やめよ。一番最初に来た激痛がここですよ。手から足に抜けて地面に抜けます。逃げます。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄にお二人のね、はい、楽しいものがね載っているので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。大丈夫か、大丈夫か。